たまたまね、あの YouTube でいろいろほら絵を見てるんだけど、うん、ナショナルギャラリーとか、まあ、向こうのテイトギャラリーとか、やっぱ美術館のね、あのチャンネルってすっごく充実してるのよ。うん、うん、それですごい、ね、綺麗だね。そうなのよ。それでね、うわーって思うようなね絵をねいっぱいあげててね、うん、でこれもその一つで、もう全然有名な人じゃないんだけども、うん、ベルギーの、あ、ベルギーじゃない、オランダ、オランダの、作家なのね、うん、でこうはなんか私も名前、翻訳されてるかどうか分からないけど、ヤン・ファン・ハイサムっていう人なんですけども、うんうん、で17世紀後半から18世紀にかけての作家らしいんですが、うん、まあ、この作家に対する評価っていうのも、やっぱ海外ではもうありきたりっていうか、もう、あの花の作品ものすごいいっぱいあるからね、向こうはねだから、あの本当このその中の名の知れない作家の一人、この人は、うん、日本ではあんまり知られてない。日本でも全然知られてないと思う、うん、でもね、もうこういう絵ばっかり描いてる、描いた作家なのよ。なるほどね。だから検索するともうこの手の作品がわーって出てくるの、うんうん、もうなんかね過剰な感じがするかもしれないんだけど、うん、うん、でもさ、すっごくよく書き込んであって、うん、あの実はこのコロナのね、あのこの時期に、まあ、皆さん美術館に来れないでしょうからっていうことで、ナショナルギャラリーが、うん、出張展覧会っていうのやってて、ええ、だからその町 の、 あの公民館みたいなところ、これはなんか、トラファルガースクエアっていうなんか文化施設みたいな場所に、うん、一時期この作品を展示しますので、お近くの人はあのゆっくり見に来てくださいっていうような展覧会をしてるのね、うん、うん、でその会場にポツンとこれが、展示されていて、うん、でその時にこの動画を作ったらしくて、あのすごい可愛らしい女の子がゆっくりこのね、あのお花の名前をずっと読み上げてるんだけどあ、そうなんだなんかさ、まあ癒されるよね、なんかね、この、うんうん、コロナ禍でこういう作品って、まあね、こういう華やかなのはいいよね。そうそうそう、見ててやっぱり、あ、こんな寄ってくれるんだね。そうそう、でも蝶々、この蝶々まで細かく書いてあるしね。はいはいはい、もうね、いろんな花が出てくるんだよ、水仙って。ほら、朝顔も、これ朝顔が、あ、それ朝顔、朝顔ね、知ってるものばっかりなわけよ。これもモンシロチョウでしょ。でこんな卵、うずらの卵みたいな鳥の卵も書かれてたり、うんね、ここにはボタンとか、それがチューリップ、最初にチューリップが出てきましたけども、うん、日本人でもあのよく知ってる水仙とか、うん、ヒアシンスとか、もう本当にあのお花屋さんでも売られているあのお花、これはもう本当綺麗でしょ。あのバラの花とかボタンの花とかで、ここにブドウの、うん、ブドウもマスカットのブドウが、はい、マスカットだね、うん、描かれていたり、もう梅雨がこんなあの葉っぱに、梅雨がこう滴ってるような細かい描写とか、もう花びらも細かいじゃない。そうね、まあ、いかにもいろんな人が好むような絵だよね、うん、この万人が好む絵だよね。そう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 、うん、だからもうこのアート百科の最初にね、うん、有名、全然有名なんじゃないんだけども、多分こういうの見てさ、みんなさ、ああ絵っていいなってこう率直に思うと思うから。そうだよね、そのなんかもう小難しいこと考えなくていいもんねこのぐらい華やかな絵だったら、もう見てて、はは綺麗だなーでもう終わるもんだもんねそう、なんかおめでたい感じもするしね、あの綺麗な、もう生き生きとした花でしょ。花だってさ、枯れてしまうところ描いてるとかさ、うん、しおれてるっていう作品じゃない、現代アートだとね、うんうんうん、なんかもうひとひねりしてるからさ、あの素直にこう美しさをそのまま率直に描くってことは、もう私たちの絵の時代にはさ、ちょっとこうもう
なんていうかもうないのよね今ね。うんうんうん、もうかろうじて残ってるのはカーテンとかさ、うん、あの食器の柄とかね、まあインテリアとかね、そういう実用性のあるものだよね、うん、そうそうそう、そういうところにも全部このアートがさ、そっちの方に全部こう鞍替えしちゃったわけよ、この時代は、はい、うん、まあね、でもみんな好きなのこういうのはね。これあやめ、日本でもあやめなんかね、あの日本だけのものかなと思って、ちゃんと向こうにはあるんだね、アイリスってね。でこれはテラコッタの壺に入ってるっていう、あの花っていう題名がついてるから、このテラコッタはギリシャのこれキューピッドかなんかが、あのこう施されてる、装飾品が施されている壺に、あの生けましたっていう、あの作品で、で実はこれは一斉にこの花が揃うことはないわけよ。そうだね、季節が違うもんね。そうなの、朝顔なんか夏でしょ。そうだね、朝顔とチューリップが一緒に咲いてることはないもん。ないないない。だからこうなんかリアルなものだと思うけども、やっぱりこの中には超現実的なものが入ってるわけ。うん、うん、でこのオランダっていうのがまたキーワードで、これなんでオランダ人はこういう作品をまあ描いたのかっていう、まあことの起こりが、うん、このチューリップバブルっていうのがあって、うんうん、知ってる？チューリップバブル。わかんない。あ、本当？なんかね、そのある時期、チューリップってもともとなんかあの、オランダのものだってみんな思ってるけど、オランダのものじゃなかったみたいね。なんかアフリカから、そもそもオランダのものっていうのもよくわかんないけど。そう、オランダっていうとチューリップっていうイメージあるじゃない。あ、そう、そうなの、うん、あ、違う。花の好きな人にとってはそうなの。あ、そう、そうなのよ。なんだけど、もともとは違うみたい。なんか、それで、でも、もうね、オランダでものすごいチューリップ栽培が盛んになった時期があって、あの、それチューリップバブルっていうんだけど、なんでそんなに熱狂的に栽培したかっていうと、これがものすごい高値で売れたのよ。うん。うん。だから、チューリップを栽培して売れば、もう巨万の富が得られるっていうことで、はいはい、そう、今のさ、ほらビットコインとかさ、あの金の投資とかさ、ああいうのと同じなんだけど、うん、うん、それでもう一斉にチューリップ栽培したわけ。それまではチューリップが、もうチューリップってものすごい珍しいお花っていうイメージもあるし、うん、それからそれを飾れるっていうことが富の強調、あの象徴だったわけ。うん、うん、だからこんなこのテラコッタの中にこんなにいろんなさまざまな花があるってこと自体が大変なさ、シンボルなわけね。だからこれということはさ、うん、あの想像で描いてってこと？だからこれはいろいろスケッチしたものをこの画面で混ぜてるわけ。混ぜてあるってことね。あー、そうそう、だからコラージュというか、あ、そうだね、今で言うとこのコラージュみたいな感じなんですね。そう寄せ集めなわけ。あのいろいろその時期に書き溜めたあのスケッチがあって、でそれをこの作品の中に全部詰め込めましたっていう作品なの。うん、そうやって書いてるの？うん、そうやって書いてるのね。そうなの、そうなの。だからこれ見て具体的に書いてるんだってみんな思っちゃうんだけど、そうじゃないんですっていうこと で当時ね、このオランダでものすごいね、この花の図鑑っていうのがまたこれが高値で売れたわけよ。うん、花ばっかりがこう挿絵がこう入って豪華なね、豪華本がこうどんどん印刷されたわけ。それも銅版画のもう細密な緻密なこのね世界が銅版画でこう復元されて色刷りだったりして、うん、でそれがね、なんとね、やっぱり日本にも来てるんだよね。オランダってほら出島、オランダのだから長崎の出島とオランダ貿易であの盛んになった町だけど、そこにさ、たくさんのオランダ人がこのやっぱり絵を持ってきてると思うんだよね。で中でもそのだから植物図鑑っていうものが日本にこうやってきて、もうね、
大名とかにこう寄贈されるわけよ、こういうものを、まあ、なんていうか一つのさ賄賂みたいな感じで、でもさびっくりしちゃうわけ、こんなに美しくて彩色も豊かで。でも日本にそういうものが全くなかったわけではないけど、そういう印刷技術っていうのがやっぱり出てくるのは江戸時代 の、 浮世絵になってからじゃない、うん、だからこれ戦国時代に入ってきてるから、戦国時代から江戸時代 の、ま、中頃なんていうのか、江戸時代になる前にももう入ってきてる、室町、安土桃山とか室町時代とか、だからその時代にその日本人がこのやっぱりこういうものに少しやっぱり触れて開眼したんじゃないかなって私は思ってるところがあって、だから今回はこの作品をもとにものすごい時代を前後すっごい遡ったり日本に来たりとか、ちょっと時代がこう行ったり来たりしますけれども、次にね、まあその後でその日本の作品を紹介するんだけども、このもっと奥の方に何があるかっていうと、ヨーロッパ人最初からこればっかり書いてたわけじゃなくて、もともとはキリスト教絵画とかギリシャの神話なんかを書く時の、まあこのなんか寓意画っていうのかな、その花で何か象徴するっていう、そういうことのために花が書かれていて、花自体を描くってことはあまりなかったの。それで最も花っていうとこのサンドロ・ボッティチェロリの有名な、これ知ってる？いや多分初めて見たかな。あ、本当、春っていう、プリマベーラっていう作品で、多分ねこっちの作品が有名だと思う、これ同じボッティチェロリ。ああ、それは見たことある。そうでしょ、これはヴィーナスの誕生、これを描いた人。ああ、それ描いた人ね。そう、はい、で実はねこの作品と今紹介するこのプリマベーラっていう春っていうのは後から名前付けられてるんだけど、この2つはね対になってるのかなと私も思うんだけど、今ウフィツ美術館でこう違う部屋なんだけど、まあ、蓮向かいになるようにしてで同じように展示されてるの、大きさも大体同じくらいで、まあそんなにものすごい巨大ではなくて、でも3メーターぐらいあるかな、横幅が、そういう作品で、こっちがミロのヴィーナスじゃない、ミロじゃない、ヴィーナスの誕生じゃない、それでこっちがプリマベーラっていう作品なの、でも春って言われてるんだけど、別にボッティチェルリはこれを最初から春って名前を付けたわけじゃないの、でもこっちはもう見るからにヴィーナスだからみんなヴィーナスって言って、これもしかしたらこれはねでもねヴィーナスなんだって、この中央にいる人は、洋服着ちゃってるわけ、ヴィーナスいつも裸なわけじゃなくて、生まれたからこれ裸なんで、これはヴィーナスの通常の あり方はこうなんじゃないかなって、当時の時代の洋服を着させて想像で描いてるんだよね、別にあったわけじゃなくてギリシャ神話の神様、そもそもヴィーナス自体があったことないからねいない。でもねどうしてねヴィーナスを描いたかってちゃんとね理由があるのよ、いないのにね、いないのに描いたっていうの。これはその当時そのルネサンスっていう時代が始まったことに関係するんだけど、これはルネサンスの代表的な作家の3人のうちの1人なのよ、ボッティチェルリって、もう1人はレオナルド・ダ・ヴィンチで、もう1人はラファエロと、まあ彫刻家入れるとまあまたミケランジェロっていうのが出てくるんだけど、全部これねフィレンツェの作家なの、で私ほら2019年にコロナが蔓延する前にたまたまイタリアに滞在してたから、これ見に行って、これ自分で撮影してきたやつだからこう曲がってるんだけど、自分の写真なのね。そう、自分の写真なの、
iPhone で撮ってきた写真で、もうねものすごい人がいっぱいだから密だから、まあその当時密なんて言葉ないんだけど、真ん中から写真なんか撮れないの。ああなるほど。もうとにかくね、もう永遠にずっと人がもうたかってるって感じなのこの作品に。もうこのウィーズ美術館の一つのもう顔の写真、あの顔の作品なのよ。はいはい、これ見るためにみんな来てんだね、だからね。ああそう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 、もうこれがメインっていうか。うんうん、もうたくさん名画があるんだけど、やっぱりこれが一番かな、うん、ところがね、このねボティチェロリのこの今や有名なこの2つって19世紀になるまで全然誰も注目してなかったの。もうすすをかぶっちゃって真っ黒になっちゃってたの、うん、でどうしてそれが注目されたかっていうと、あのラファエロ前派っていう人たちがあのイギリスにあのであの芸術家活動を始めて、それがラファエロに、ま、見習うっていうか、ま、ルネサンスの画家に見習った作品を描こうっていう動きだったわけ、ま、メルヘンタッチっていうかさ、ま、いろいろその話も長いからあの割愛しますけれども、そのためにね急にねボッティチェルリいたよねっていう感じで、あのフィレンツェの人たちがこの作品を洗ったわけよ、あの修復したの、うんうん、そうしたら真っ黒だったのになぜかここにこんなに花がいっぱいあったってことが発見されたの。あへえ、すごいね、これ真っ黒だったから最初何にも見えなかったの。はい、はい、でも洗ったのね、地面になってたんだね、ただの地面みたいになってたんだけど、そう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 、花咲いてたんだ。そうそう、それでね、うわ花がいた、こんなにあったんだって数えたら535あるらしい。へえ。花が数えた人がいるらしいんだけど、で全部ねほとんどそのトスカーナ地方っていうんだけど、そのフィレンツェって、そこで見られる花ばっかりらしいのね。うん。うん。それでこんなさ洋服にまでこの花が描かれてて。でもうフィレンツェってねもともと花の都って言われてるのよ、うん、だからそれを象徴するような絵画を作ったんだろうなと思うんだけど、うん、しかし、まあ、いろんなことがあってこれはあの埋没してたの、うん、でも本当本来はまあ元に戻るけど、なんでそのヴィーナスこういう絵を描いたかって、それまでイタリアってさもうキリスト教の絵画ばっかり描いてたわけよ、うん、それだけれどもある時海底の底からギリシャ時代のヴィーナス、ミロのヴィーナスっていうのが発見されたの、うん、なんか船で漁師が引き上げて、ミロのヴィーナスって知ってる？聞いたことは、うん、あんまり映像は浮かばないけど、彫刻なんだけど、うん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 、ああ彫刻ね、はい、そうそう、ルーブル美術館で一番有名な彫刻なのよ、ギリシャ時代で、まあ、ギリシャ時代なのかローマ時代だかちょっとはっきりわからないけれども、まあ、ギリシャの時代のそのスタイルを取ったあのもう腕なんかないんだけど、あの発見されて、その時にこのそれが発見された瞬間に中世が終わったと言われていて、うん、そのギリシャ熱っていうのがわーっとヨーロッパ中に広がるわけ、うん、つまりキリスト教でこうさものすごく厳格にあのルールにこうあのなんていうのかな、まあ、ストレスを感じてた人たちがなんかこうすごい解放されるのよね、ギリシャ美術によって。ギリシャの神様ってみんなほら恋愛したりさ嫉妬したりさ、まあ、いろんなあの人間らしい姿があの描かれていて神話の中に、それを絵にして見たいっていう熱望がわーっとかき、まあ、湧き立つわけ。それで今までキリスト教のマリアとかばっかり描いてた人が突然こういうさあの裸の姿の女性を描き始めて、みんなほらもう裸なんて描くなんてことがさあっていいのとか思うけど、ギリシャの神様ってみんなそんな感じなのよ、彫刻で出てくるのはみんな裸で出てくるから。それでルネサンスっていうのはそういう人間の美っていうかさ裸の美しさっていうか素の美しさっていうかそういうものに注目し始めて、それでこの絵画がもう
全く違うジャンルがこう起きるってことなのね。うん、うん、それが16世紀なの。16世紀の半ばに起きてて、それでこの中でボティチェルリっていうね人が、まあ、15世紀半ばから16世紀にかけて、うん、あのウフィチっていうかそのフィレンツェはメディチ家っていうさ人が大きくした町なのね、うん、これメディチっていうのはさメディシンってあるじゃない、薬とか英語では、うん、その要するに 薬品かなんか医者とかそういうのに関係するなんか一家だったんだけど、その貿易でものすごいさ富を得るわけだから、きっと薬剤をあの薬をこういろんなとこから調達して売り買いしてるうちに大きくなったあの一家だ一族なんだと思うんだけど、そのコシモ・デ・メディチっていう人がものすごい富をこのアートに全部費やしたわけ。街にさ素晴らしい建物を建てて、でその中をもう豪華にさ絵画彫刻で飾るっていう、でキリスあの教会もそういうものを寄贈したり、うん、っていうことはそこのあそこに住んでるアーティストもみんな潤うわけよ。だからレオノ・ダ・ヴィンチも生まれたし、ラファエロも生まれたし、このボッティチェルリっていう人もこれだけの名作を残すことができたのね、うん、でそれが全部ウフィツ美術館に今所蔵されていて、それを見るためにもう大勢のさあのもう海外旅行のお客さんがもう毎年大勢詰めかけてるわけ。もう毎年っていうか、まあ、ずっと延々に冬であろうと夏であろうと、まあ、そんな美術館でこの花見た時に私もあやっぱりヨーロッパは最初はこういう足元にあった花がやがてそれだけをこう描こうっていう風になっていったんだなって思うのね、うんうん、でそれもこれ最初これはもう自然の中にこうやって生殖してる図柄じゃない、うん、だけどだんだんそのこれがこう極まっていくと、さっきのこのオランダの画家みたいにこうさ生物っていうジャンルなんだけど、テーブルの上に花瓶を置いて切り取ってきた花を飾るっていう作品になってくる、うんうん、だからこのなんか世界観がやっぱりいろいろ変遷されてるっていうのがこういうところでわかるんだけど、うん、ヨーロッパの人たちっていうのはやっぱりこのどちらかというと自然の中であの作品を楽しむっていうよりかは、あの自然の中の風景を楽しむというよりは、最初はやっぱりそのなんか神話とかキリスト教のテーマがあって、そのなんかあの片隅にこういうものがあるっていう感じから、だんだん部屋の中に飾るための絵っていうのかな、うん、それが こっちに流れてくるね、うん、だけど日本人はちょっと違うんだよね、ここの感覚が、うんうん、日本の絵っていうのはお花の絵ってやっぱり自然の中 こっちに近いよね、これに近いけど、こんなに人間はいないわけよ、うんうん、なんか花があのなんかひっそりとこの野原かどっかにこう咲いてるとかさ、うん、なんていうのかな、ちゃんと地面に咲いてる花とか描くのよね、日本人っていうのは、うん、でもあんまり人間っていうのはそういう時って描かないのよ、うん、うん、それでなんかさ似たような作品なんかないのかなと思っていろいろ思い浮かべた時に、私はこのなんかさこのボッティチェロリのこの感覚って、うん、あるなと思って、それが次に紹介する作品なんだけど、まあその前にこの作品がなんで埋没しちゃったかっていうことをもうなんか話ができるんだけど、うん、うん、これねサボナローラっていう人が登場するの歴史上に、うん、
うん、なんかね多分ね世界史なんかあの授業で高校生で知ってる人もいると思うんだけど、このサボナローラ事件っていうのがあってさ、うん、あの要するにこのメディチ家がさこれだけ贅沢三昧な暮らしをしてこう富を優先、まあ、独り占めしているっていうね、その時代に警告を鳴らすわけよ。あの宗教改革が必要だって言ったのはサボナローラで、うん、まあ、厳格なキリスト教信者なのよね、うん、でも厳格で過ぎちゃってさ、キリスト教の中でも、まあ、異端視されて迫害されるぐらいな人だったんだけど、うん、でこの人が、まあ、あんまりこんなに贅沢なことばっかり、そしてこう不埒な人間像みたいなのを描いて絵でこんな裸の姿なんか描いてると絶対こうそのうちはいいことが起きないっていうわけよ、うんうん、でそれ予言するのよね、なんか悪いことが起きるって、うん、それがね当たっちゃうのよなんか、うんうん、それでやっぱりねメディチ家がこう傾いていくんだよね、うんうん、それがきっかけでねこのボティチェルリでさえサボナローラにお支持して、うん、それまではメディチ家のおかげでこれだけの作品描けたんだけど、もう一切このギリシャ神話は描かなくなるのよ、うん、で中にはどうもたくさんそのギリシャ神話の主題で書かれた作品がサボナローラによってこう燃やされたんじゃないかとも言われていて、うんうんうん、まあ、そういうのでねあんまりボッテチルリの作品もそんなにたくさんないのね、うんうん、でもこれはなぜかわからないけどこうススをかぶってあの奥の方にしまわれていたのか残っている作品で、うん、それでこの中にまあ、そういうこ、まあ、この交流というかいろんな歴史的な背景が、まあ、そういうことも調べるとすごく面白いんだけど、うん、この中にこう書かれてるものってなんかわかる？これどういう内容か、うん、ちょっとわかんないよね日本人だよね、よくわかんない、わかんない、それでまあ、日本人は、ね、最初にやっぱり私なんかもそうだけどお花に目が向いて、あ535もあるんだとかそっちの方に最初に目が行くわけ、私のやっぱり、うんうん、でそのうちにこの人誰だろうなとか思うと、まあ、解説を見るといやこれもヴィーナスなんですって書いてあるわけで、あ洋服着てるんだなって、で当時のルネサンスの洋服着てるわけ、うん、だからなんか変なんだけど、まあ、そうなっちゃうんだろうなって思うわけね、うん、でこの上見るとさ、あこのぐらいは分かるわけよ、これはキューピッドなんだろうなって、うんうん、でこれはギリシャの神話に出てきてその愛、まあ、こう愛を結ぶね、あのこう矢でさ行った人がさ愛に陥るっていうさ、そういう効果をそういう働きをかける神様なんだけどキューピッドって、うん、でよくね目隠ししてたりするのよキューピッドは、うん、多分これも目隠ししてると思うんだけど、でこれはねここに矢をやる、まあ、矢を射ろうとしているこの人たちって誰かっていうと、これは三美神って言ってギリシャ神話に出てくるんだけど、これはね 3人の女神様で、でどれが どれかは分からないんだけど、こういうこれだけをモチーフにした絵はたくさんルネサンスに描かれてるの、うんうん、それで、多分この中、まあ、いろんな説があって美徳とかそれから、正義とかさ、あと善とかさ、なんか何かの、まあ、象徴なんだろうっていうの、美しさのをなんか3人の女性で象徴してるっていう、うん、いろんな説があって、まあ、どれが正解っていうんじゃなくていろんな人がいろんなことを言って、でこのだからこのヴィーナスが美しいのはなぜなのかっていうと魅力であるんだとか美貌であるとか想像力っていうのがあって、まあ、チャームとかビューティーとかクリエイティビティとかさ、そういういろんなその象徴、そういう概念の象徴であるっていうふうに考え、そういうふうに見るのヨーロッパの人たちは、うん、川田さんは
いや、今のところ客観的な話ばっかりでつまんないなと思ってたんだけど、トラさんはなんでこれを紹介したいと思ったの？あ、これは私が直接見て、私はそういうグイとかとか関係なく、やっぱりこの花に目がいったんだなと思ったのよ。そうなのよ。だけどもそれだけじゃこの作品を鑑賞したことにはならないんだろうなと思うわけ。何、 花に目がいったっていうことが印象的だったから紹介したの？そう。あ、じゃあそれをもっと話さないと。そうだから、うん、まあだからここにいろいろあるんだけど、そういうのをみんな、うん、ぜひね、もうその人の関心によっていろいろ面白いものが見えてくるの、この作品は。ギリシャ神話に興味のある人はギリシャ神話を面白く 見れるし、これメルクリウスって言ってさ、マーキュリーっていう、そういう人たちも、そういう人も出てくるし、これ誰なんだろうなとかね、うん、これはどういう意味でここに女性がこんな姿で描かれてるんだろうとかさ、そういう調べるといろんな情報がインターネットから出てくるので、まあね、うん、そうなんだけどね。それを見るのが楽しいっていう人もいるかと思えば、私みたいにお花がすごい綺麗に描かれてるんだなと思って見る人もいます、うん、あとファッションが素晴らしいと思う人もいるみたい、うんうんうん、このファッションから、だからまあイタリアもファッションの、ま、あの国なんだけど、やっぱりもうさ、何度も何度も繰り返しこういうさ、ふわっとした服ってさ流行るんだよね。うんうんうん、でそれはもうここに戻ってくるんだよね、また元に、うんうん、だからそういう服飾関係の人が面白がって見る人場合もあるし、あとこの髪型ヘアスタイルを参考にする人もいるみたい、うんうん、で川田さんはそれは面白いと思ってるの？そこが問題なの。それはね、あんまりそうかなっていう感じなの、うん、いや、そう思わないことは言わなくていいんだよ別に。そう、うん、だってこれ見てる人にとってもそんな伝わんないから、こんなんも見たらいいですよ、あんなも見たらいいですよって何も伝わんないから。そう、でもね、すごいよ、簡単なわけよ。だから私の場合はこのお花がすごいなと思って見ちゃって、そこについてもっと深く話してほしいの僕は。むしろ、あ、そうそれで、なんでその花にそんなに惹かれたのかとか。いや、それはね、これがあるからなの。これ伊藤若冲っていう人がいるのよ、うんうん、日本にはいるね、有名な人だね。まあ今は有名なんだけど、これも全然ね、1900年代になってようやくあれなのかな、まあとにかくね、前世紀に、まあ20世紀は全然何とも思われてなかった作家なの。ああ、そうなんだね。そう、奇想の画家って言われてたの、うんうん、まあちょっと異端で変な絵を描く人だっていうイメージ。後から紹介しますけど、この人の変なさを、うんうん、私はね、そうなる、ちょうど私が作家活動を始めた頃に、うん、静岡県立美術館で発表したことがあって、うん、あれ2年のことなんだけど、その時に若冲はってなってて、どうしてかというと、このね、静岡県立美術館にね、この作品があることが発見されたわけよ。この作品、これね、若冲だなんていうのは誰もよく分かってなかったの当時、うん、それで誰かがどうもその昭和57年にこっち側の像が、右側だからこっちなのかもしれないな、ちょっと分かんないんだけど、どっちを先に買ったのか、まあ、片方しか買ってなかったみたい、うん、それでどうもこれは、まあ、平成5年に入ってちゃんとこのもう一つ対になってるらしいのがあるから買った方がいいんじゃないかってなって、やっと買ったわけ、うん、それでね、その時にこの作品が紹介されて、このバス、静岡の街を走るバスにまでこれがプリントされて、この象の絵が面白いっていうんで、でこのこれなんでこの人が注目されたかっていうと、このこれで有名になったジョー・プライスっていう人、アメリカの、うん、
このジョー・プライスさんっていうアメリカのコレクター美術収集家が、あのちょうど1950年代にあのアメリカの方の骨董屋さん、だから日本の絵画をこう扱っている骨董屋さんで、この若冲のなんかブドウを描いた絵を見て飛び込んじゃって、ものすごい研究し始めるのね。それでその中にこのさっきのさ、この作品、これね、これね、どうもね似たものが3点ぐらいあるらしいんだけど、一つは出光美術館にもあるみたい。長寿花木図屏風、あの長寿だから鳥や獣や花や木を描いたもので、これ似てる作品で、もう一つは額装になってるあの白いあの像がこうバーンと描いてある、あのやっぱり獣が周りにこう描かれてる図があって、これなんかどうもそういうものを見たらしいんだよね、ジョー・プライスさんで。それで買わなかったけど、それをね、この作品を、これはお風呂にした、お風呂の壁画にしたらいいんじゃないかと思って、こういうお風呂を作っちゃう、そんなそのコレクターがいますよって紹介されたわけ、日本に。それでこれのこの絵は、ね、一体なんだって話になって、ジョー・プライスさんが若冲がすごいって言うんだけど、日本人はさ、若冲って言われても誰だか全然その時ピンとこなかったわけ、それでこの珍しいアメリカ人のコレクターがいますって言うんで、その人を紹介する展覧会が行われた日本で。そうしたらさ、その若冲っていうのはどこにあるんだって調べたら、この静岡の美術館が持ってるってことが発見されて、これすごいことなんだよって、アメリカ人がいいって言って買った作品、あのお風呂場にしちゃったような作品なんだってなって、ものすごいさ有名になっちゃうわけ、そこからなのよ、でその何がすごいかって、このジョー・プライスさんがなんでこの絵がすごいって思ったかっていうとね、これね、あのマス目描きっていう手法をしてたわけ、これね1センチ角のマス目を一旦全部にバーって描くわけ。それでこれはそれを拡大した図なんだけど、タイルみたいな、そう、一個一個タイルであるかのように描いてるわけ、当時タイルなんて日本にはないと思うんだ、これ江戸時代の後期だけど、もしかしたらこの日本の銭湯かなんかにさ、そのうちこういうものをこう飾ったらどうかなんていうふうに考えた人がいたのかもしれないけども、それはこれ あと前にも後にもこんな絵を描くっていうことは行われてないわけ、この若冲独特のものなのよ。でそれも普通の線描でこう鳥を描くんじゃなくて、一個一個のマス目の中にこう色を塗り分けて、で別にその鳥の柄じゃないんだけども、その立体的にこう飛び出すような効果を考えて点を打ってるわけ、この色の点を点描をこう入れてるわけで、このなんか得体の知れない雰囲気の絵が描かれてるっていうんで、まあものすごい注目されることになって、川田さんは注目してるの、ちなみに。私も見に行った、これ。ああ、好きなのこの絵は。この絵ね、微妙。だからそういうのを教えてほしいんだ。どの辺が微妙だと思う？そっちが面白い。そう、そのね、微妙なのは絶対そっちの方が面白い。なんかふざけたような鳥とか獣の顔、これさ、ちょっと見て、これ。それ何なの？動物なんかある？これさ、これ拡大できるかな？あ、拡大したね。これウサギかわいいってみんなさ言うんだけどさ、かわいいね、この隣のこのそれなんだろう、犬なんなのこれ、なんだろう、タヌキかな、わかんないけど、なんか気持ち悪いよね、ちょっと顔気持ち悪いですよ、なんかさ微妙だなと思う、うまいとは言えないこれ、なんかトラもなんかブサイクだもんね、そうトラ、それそれそれブサイクだよね、そうで、この鳥見て、この鳥、これクジャク、クジャクもなんか、この顔さちょっとふざけてない、スマートじゃないよね
なんかさ、この羽もさ、なんかおどろおどろしいっていうかさ、キュービーの狐みたいなさ、奥のカモもなんかあれだよね、泳いでるカモもなんかヒヨコみたいな顔してるよねくちばしだって、くちばしもっとね、なんか大きいじゃない、ふっといじゃない。そう、このアヒルは綺麗にかけてるよ、なんかね。アヒルはいいね。アヒルとニワトリはまあ割とかっこいい。でもさ、このさ、猿とかもさ、ちょっとなんかハート型の顔でさね、なんかさ、こう虎、まあ虎なんか見れないからね、当時の日本人は。まあね、象なんてどこで見たんだろうって感じだね。そうで、ここにね、あの、まあ、空想のキリンと呼ばれてるさ、あ、それキリンなのね。キリンなの、これね。これ拡大したのこっちのあれなんだけど、こういうふうに書き込まれてるわけ。ああ、もう、それ拡大するとよくわかんないこれ、このキリンの顔の一部なのね。そうね。あの、なんかさ、微妙、これ見に行った時に、まあ、ジョープライスさんが収集したで評価してるっていうかさ、いや、そっちじゃ、日本の評価そっちじゃないでしょうと思ったんだけど、でもさ、このね、若冲に接したことによって、作品よりもね、私すっごい影響を受けたのが、この人さ、30代でね、あの、それまで悠々自適な生活してたのに、まあ、大きいさ、商店の、まあ、八百屋さんの問屋さんみたいなところの若旦那だったみたいなのね。だけどそのまんま行けばさ、本当に、ね、贅沢三昧な暮らしできたんだけど、全部それを弟に譲っちゃって、でもうこれから画業だ一筋で行きますって宣言するのよ。誰にも会わずにもコツ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 描いて、で誰か、この商人だから、なんか生粋の絵描きではないんだけれども、なんかもう自己流でこういろいろ研究して描いたから、いろんな絵が出てきたわけよね。ね、だからね、このね、こっちのね、これは本格的な、もうなんていうか、アカデミックっていうか、あの、画家のさ、まあ絵師のね、あの、絵師としてのさ、絵の、まあ、最高峰ぐらいにこう到達もしてるんだけども、これね、実はね、あの、動画になってて、このなんかすごいさ、コンピラー様って知ってる？コンピラー頭？コンピラ宮って知ってる？四国の。コンピラさんは知ってるけど、コンピラ。コンピラっていう、あの、コンピラ宮ってあるのよ。で、このコンピラ様の、そのこの松陰造りの部屋の中の襖とか、これは壁とか天井、全部この若冲は描いてるの。なるほど。これはもうやっぱり百花の図って言われてるぐらい、もうたくさんの花々をもう丁寧に一個一個さ、これあの金砂、あの金砂子ってわかる？いや、わかる。金砂子っていうのは金粉、まあ、あの金箔を、粉状にして、これを撒き散らして定着させる手法があるんだけど、これはあの撒き絵なんか、あのほら漆塗りの撒き絵のなんかでもそういう手法を取るんだけど、これ金箔塗るのと違って、これがキラ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 チラ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 光るわけよ。そういう下地を作っておいて、でも岩彩で日本の和風の描き方で、あの草花がずっと描かれてるの。でこれね、直接私は見たことがない、あのここまでには行かなかったけど、前ね、芸大の美術館で特別展があって、これをなんか復元したあの部屋作って、見せていたんだけども、まあとにかくね、まあ、それは複製だったかもしれないけど、すごい豪華な、これだけの絵をねコツコツこう描いたっていうのをすごいやっぱ時間かけて、こういう大作が日本に残ってて素晴らしいなと私は思うのね。だからボッティチェリもみんな世界からこう集まってすごいとか言ってるけど、日本なんかも全然捨てたもんじゃないなと思ってて。
うん、だからジョー・プライスさんがすごいって思ったっていう背景にやっぱりこういうものも日本に見に来ただろうし、そういう作品のあることをしてたけど、日本人はなぜかいつも全然自分たちは分かってないわけよ、そういう作品を。まあどこの国の人でも大体そうだよね知らないわけ、これ当たり前になっちゃってるわけよね、うん、だから私も多分ね、きんぴら様って子供の時行ったことあるんだけど、ここが解放されてたかどうか分かんないけど、これは見てないと思うんだ多分、うんうん、と、まあ、今はこれなんか公開してるらしいんだけども、うん、だけど当時はもしかしたら見せてなかったのかもしれない、うんうん、まあ、そのぐらいなんていうのかな、日本のその感覚よりもむしろ若冲っていう人は、私はこボッティチェロにこっちにすごい近いなと思っちゃうよね。うん、まあそうだね、その足元に描いてる花っぽいよね、そのそう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 、なんたら百図、そうそうそう、ね、このこれこのボッティチェロリのプリマヴェーラっていう春っていう作品と、うん、この若冲の百花の図っていうのはすごい共通した何かを感じるね。そうだね、だからそういうのをもっと話さないともその客観的な解説じゃなくて、川田さんが見つけたとことか、川田さんが注目してるとことか、川田さんがいまいちだなと思うとことか、あんまり私のほらあれだとさ、もう本当にさ、こんな作品紹介するのってなっちゃうからさ、いいのかな。違う違う違う、そういうのが面白いんだよ。あ、そう、なんかね、なるべくベタなボッティチェロリとか持ってきたんだけど、今回に対して、そういうなんかもうマニア、別にだからメジャーな作品でもいいんだけど、うん、メジャーな作品の中でも、いや、みんなこんな見方しないよなとか、みんなこれすごいって言ってるけど、これ全然だよなとかさ、あ、そっちの方が面白いんだよ絶対。いや、私的にはやっぱりね、ボッティチェロリと若冲を習った時に、うん、いや、やっぱり若冲の方がすごいんじゃないかなと思っちゃうんだよね、うん、だってこれ全部この部屋全部だからインスタレーションだよね。そうだね、そう、一枚の絵じゃないんだよね、うん、だからね、感覚的にやっぱりこっちの方の人間なんだなと思うし、この人たちなんかもさ、いや、ボッティチェロリこれ見たらどういう風に言ったかなと思うけど、こんな金粉をさ、まあね、あしらった字だから、まあこれ 金砂語字って言うんだけどさ、ね、資本の紙に金粉をこう撒き散らして、ま、もうピカピカにして、そこにさ花をこうめちゃくちゃ描くっていうね、この徹底ぶりすごいと思っちゃう。でこの徹底した感じがやっぱり以前は日本人っぽくない、逆にこれは日本人っぽくないんだよね。ああ、この頃のってこと？これ、うん、この頃もそうだし、当時の評価だから明治時代ぐらいまでの評価って、うん、まあ、奇想の画家って、奇想ってほら奇想天外の奇想、ああ、はいはいはい、ちょっと外れてるってことね。外れてる、うん、画家ってことね。そう、そういうさ作家の中の一人として紹介されただけなの。あ、そうなんだね、うん、どういうとこが来そうなの。うん、こういう作品もあるからなの。あら、かわいいかわいいじゃない。かわいいでしょ、これかわいいなんて、これ全部かわいいじゃない。いや、今の感覚がようやく若冲にたどり着いたの。あ、なるほどね、皆さんの感覚。これ犬なんだね、なんか犬、そっか、犬なのか。百犬図っていうのは、これも100なんだけど、まあ昔の人はいっぱいあることを100って言ってた時は。ああ、なるほど。50何匹ぐらいしかいないらしいんだけど。まあそうだろうね。でもこんな絵ないの、海外に。ああ。こんな絵をね、堂々とね、絵ですって表現するなんていうことないの。なるほどね、これあれだよね、なんか 101匹ワンちゃんみたいな感じだよね、なんかパッと見ね。101匹ワンちゃん、これをね参考にしたのかっていう。わかんないけど、でも走りだよね、それの。だって確実に。でもさ、この気持ちの裏にはさ、すごいもう純粋に犬大好きっていう気持ちが全部出てるじゃん。いや、そうだよね、いや本当そう思う。
いやさっきのカモとかどうだったのって話だよね。もう一回見してよさっきのカモ。いかにカモに関心がないかがよくわかるよね。このカモのね、カモかなり好きだから、あのめっちゃ悲しくなるんだけどこういう絵を見る。このカモの顔、このカモいかに関心がないか本当に。このなんかさ、こういう力入ってないじゃないやっぱり。そうそうそう、やっぱアヒル好きなんだろうね。だからね、アヒルめっちゃ綺麗に描けてるもんね。やっぱりさ、こうね出るよね何がさ、うん、ね、でほらこの辺なんかボタンがなんかはこうびっちりさ描かれてて、うんうんうん、それも好きなんだろうね。花も好きなんだろうね。そう、でクジャクもさ、こんなクジャクも描いてるかと思えば変なクジャクも描いててさ、うん、こっちね、うん、まあ力、このさ、また鶏ね、鶏描いたらすごいねこの人。ここに描いてる鶏はまあこういう描き方だからこんなだけど、あ、金屏風のやつもあるよね確か。なかった、鶏ばっかり描いたやつもあるの。ああ、あるよね確かね、うんうん、それが一番超有名なのよ蛇口で、うん、まあ今までは、うんうん、あの鶏かっこいいもん、うん、あれすごい写実的で、もう写実のなんか域を超えてるっていうか、うん、だってさ、鶏動いてない、動いてて止まらないじゃないじっと、うんうん、それをさあれだけ写実に描けたっていうのはすごいと思うのよね。んだからさ、まあすごい天才的な表現技術を持ってたと思うんだけども、そうでない絵もあるわけよ、うん、犬はさ写実的に描かないんでさ、これ何なのかな。そうだよね、漫画っぽいよねそっちはね、どっちかっていうとね。そうそう、でいや日本人ね結構ね漫画の世界持ってるわけよ昔から。ていうか、うん、漫画ってもともと日本の、あ、ま、絵巻物の中にあって、ちょっとこうおどけたさ鳥獣戯画ってあるけど、そのなんていうかな、動物が人間っぽく表現されたりさ、だから相撲取ってるさウサギとかさ、あ、はいはい、カエルとか出てくるじゃない。そうだね、うん、ああいうさ世界、日本人もう特有の世界なわけ、うんうん、なんかこの擬人法っていうかさ、その動物と人間の境がないのよ、うんうんうん、これってねギリシャにも近いものがあって、これ半身半馬っていうか、ほら半身人間で、はいはいはい、ケンタウロスとかね、はいはい、そうそう、ケンタウロスとかが出てくるの、まあ、ギリシャと日本ってすごい似てるとこあるんだよね、うんうん、そうそうそう、だからそういう意味ではギリシャ美術とこの日本美術のがクロスするような世界が、うん、なんかこうあるなと感じるし、そのだからこの動物を描くっていうかさ、動物を神様のようにさ描くっていうか、うん、うん、なんかものすごく愛してるし尊敬してたり、うん、このかけがえのない存在としてこう描く、まあ、そうだね、うん、まあだってキリスト教はあれだからね、だって神様人その他だから、うん、動物ってその他で、要するにその道具みたいなもんなんだよね扱いとして。そうなんキリスト教の世界観では、うん、そうなの。日本はそんなのないからね、むしろ八百万の神で、なんかむしろ動物にも神様がいるみたいな、ね、そうだからさ、なんかこの表現がさ人間っぽかったり、目つきがさ、なんかいろんなことを物語ってたりね。そうだね、昔、うん、これどうなんだろうね、昔の犬こんな顔してたのかな、もしかして。してないのかな。いや今品種改良とかいろいろあるからさ、昔はもっと芋っぽい顔してたのかなと思って。違う、こんな、まあ、チンみたいなものを描いてるんだと思うんだけど。違うのか、なんか猫と犬をなんかね足して2で割ったみたいな顔してるよね、なんか。まあとにかくねこれ見てるとさ、いやーなんか日本の絵ってすごいんだよなやっぱりと思う。そのね、だからね、そういう何がすごいかって、もう描く技術とかじゃなくて、うん、結局この、まあ、着眼点、着眼点、そうそうそう、何を関心を持って描くかってことなのよ。うん、それで持ってるその世界っていうのは全部出ちゃうわけ。そうだね、うん、うん、動物も人間も同じ世界の存在なんだっていうものがここに出てるわけ。そうそう、だから川田さんの着眼点が大事なんだ、うん、
わかる？なんかもう、そうそうそう、よくある話はもういいから、カーラさんが何に着眼したのかっていうのを聞きたい。あ、それでいいならすごい楽なんだけど。そうそう、いや、それがいいんだ。そうしないと僕もカーラさんに突っ込めなくなるから。あ、そう。要するに話が乗れないから。客観的な話ってね、僕何も乗れないんだよ。ふーんしか言えないから。あのね、さっきのコンピラグの、まあ、真面目なさ草花が描けるんだけども、うん、しかしそれで満足してるわけじゃなくて、なんかよりなんか自分らしいっていうかさ、この自分にしか描けない世界を追求してるじゃない、ここって、うんうんうん、この個性っていう時にさ、日本人個性ないんじゃないかって思われがちなんだけど、まあ、自分たちもそう思っちゃうんだけど、あ、全然そんなことないと思うね。うん、で、その時代が評価せずに既存の画家だってしたぐらいがいいわけよ、だから、うん、必ずそれをすごいって思ってくれる人が世界にたった一人でも出てくるのよ、うん、でそれがジョー・プライスさんっていう人なの。そうね。で、私がなんで若冲のことが面白がるかっていうと、そのたった一人のコレクターに注目されたためだけに、それだけのため、それだけでもうあっという間に日本人が評価するようになったってこと、うんうんうん、ここがすっごい重要で、うん、たった一人でいいの、なんかあのもうさ、心の底からこの人がなければならないっていう、うん、もうお風呂にでもお風呂でもこの人の絵見たいっていう人が現れれば、うんうん、その熱狂がもう全部の人に伝わっていくの。だから絵画ってね、なんかこのなんていうか、もう見飽きちゃって、あのもう当たり前な絵しかないんだろうなって思っている人がいるとしたら、もう全然そんなことなくて、まだ注目されてないとか、なんて名前が知れてない作家にもものすごいさ、あの可能性があるってことなの。まあ何でもそうだよね。その学会とかでもさ、うん、逆何百年光の当たらなかった人に当たったりするからね、スポットライトが急に。そう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 、そう、この時代にこんなことを言ってた人がいたとか言って、そう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 で、全然当時は全然見向きもされなかったけど、てんてんてんみたいなさ、 そうですね、そんなによくあることだからね。だからね、見向きもされないことをやらなきゃいけないの、実は。まあアートってそういうことだよね、結局ね、うん、見向きもされないってことは、まあ、その当時の常識から外れていたりだとか、うん、その当時の価値観から全く外れていたりだとか、うん、っていうことだから、それはまあなんか時代を超えてるんだろうね、だからね、そういうの。そうそう、だからそのね、価値観が実は100年とかにさ、もう300年、あれ300年は経ってないのか、200年は経っちゃった、220年、うん、死んでから。それでようやくみんながさ絶賛するようになったっていうね。200年か経つから、うん、全然今ね評価されないとか見向きもされないってね、もう自信持った方がいいと思って私まあそれもなんかまあ二通りあるんだけどねそう、本当につまんなくて評価されないのと、すごすぎて評価されないのはもう全然違うからね。まあ微妙なんだけどね。そのラインを間違える人が多分結構いて、危ないなって思うのはあるけど、あるけど、うん、でもまあその評価されないっていうこと自体をまあそこまで気にする必要はないもんなっていうのはね、これで勇気もらえるよね。くよくよすることないし、あの自滅する必要はないわけ。自分でもうダメなんだと思っちゃうっていうのは一番良くなくて、やっぱり自分でこれしか書けないんだって思ったら、もうそれでいいの。なんかさ、上手くなろうとかさ、人のようになろうとかさ、そんなこと全然必要ないの、アートの場合は。もう我が道を行って、本当に描きたいもん。これ描きたかったんだよね、すごくこれね。そうだろうね。当時こんなの描いてた人がいないってことを考えたら本当に描きたかったんだろうね。描き方、なんか描いてみたくなっちゃったんだよね。そうだろうね。そう。この感覚がいい、私なんか正直でいいなと思っちゃうんだよ、なんか。これこんなあったんだね、うん、でもね、これ知らなかったわ、若冲の作品。あ、そう。うん、初めて見た。
いや今やこれなんかさ、いろいろグッズになってるみたいよ、調べると。あこれ、あでもこれ個人所蔵なんだ。そう、そっか、見られないんだね。じゃあ見えないのよ、それはちょっとあれだけど、まあ仕方ないけど。でもね、なんかフリーでね、この画像はあの使えますってなってた。まあまあ、でも画像でも十分ね、いいかもしれない。そう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 、日本画ってなんかどうなんだろうね、そのなんか繊細なところまで楽しむものと、なんかそうじゃないものがあったりすると思う。あでね、こんな絵もあるんだよね、日本画で。はいはいはい、これはね、可能いっぱい。そのじゃあ本流の作家の一族って誰かっていうね、狩野派っていうのが日本では、うん、もうさ、安土桃山時代から続く絵師のこの家系なわけ。うん、僕は丹羽しか あんまり興味ないんだけどね、狩野派は。丹羽はあのね、龍の絵で有名、ね、そうそうそう、丹羽しかなんか僕は感銘を受けなかったね。もういろんな狩野派の絵師がいるから、それも見るとまあちょっとずつ違うんだけど、まあ本流とされる、だから あれが奇想天外なね、支流ならばこっちは本流なわけよ、うんうん、じゃあ本流どのぐらいの絵描いてるかっていうと、まあもっとすごいのもあるんだろうけど、これちょっと似たのを探してきたのよ、あの弱地っぽいやつ。はいはい、したらさ、やっぱこのさ、あの長信っていう人はもう幕末の絵師なんだけど、やっぱりなんかさ、若冲の後だから、なんか若冲っぽいの描いてみようかなと思ったかなという感じがするのね。実際ね、これね、静岡でこの、まあ、あの若冲持ってるから、この作家紹介したみたいで、展覧会、うん、すごい展覧会があったんだけど、要するにまあ幕末のちょっとこの知られてない絵師を紹介するような、はい、うん、これ鳥みんな可愛いよね。そう、これ百鳥図、百鳥のだから百の鳥の図。うん、あまあさすがに主役だから、あの大事にしてるのかな。それでさ、あんまりまあちょっとこうおどけたような顔の前いる。この白いなんか縦長のやつ、それなんだろうね、それ。これなんかね、あれじゃない、袋みたいなもんじゃないかな。かな、なんかパッと見テディベアみたいに見えるけど。可愛いなって思うけど。可愛い、なんかこれ印象的でね、一度見ると忘れられない、やっぱりこれ。でも鳥もよく綺麗にね書いてあります。これは本当に。赤色の鳥とかいるもんね。そう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 、こういうね。ね、インコみたいなのかもしれないけど、うん、こういうね赤い鳥とか、うん、紫色っぽいさとかね、なんかここにもなんかいるんだよね、鳥が。黄色いやつよね。うん、本当にほら、これはさっきのね、あカモかな、カモがね、あなんか、うん、そうだな、このこの頃のカモみんなこんな顔してるのかな。あんま可愛くない。うん、あんまり可愛い顔してないね、これね。可愛い顔してない、うん、うん、だからさ、なんていうかさ、こっちのあの若冲の犬に対するさ思い入れを比べた時、ちょっとこっちの方が冷めてるよね、なんかね、うん、うん、だからまあ装飾的な感じがするじゃん、この絵って。だからね、狩野派っていうと私の中では本流なのかもしれないけど、ちょっとこう装飾だから、障壁画っていうのは要するに日本の場合はほら、大名のお屋敷とかの襖とか壁をきれいに装飾するっていう、その専門のその職人がいて、それが絵師で、うん、でそれがもうさ、代々同じさ、あの血筋からこう選ばれていって、あの続いていくっていうさ、そういう世界なの。うん、でこれに対抗しようとしていろんな作家が挑んでいるんだけどね。でもまあその中に長谷川東博っていう人がいて、私はそっちの方が好きなんだけど。東博ね、はいはい、うん、でまあ、次回は東博ぐらいから紹介しようかなと思ってるんですが、はい、まあ、今回はこのアート百科っていうことで、ちょっとそれにちなんだ作品を紹介してみました。はい、これ全然紹介が逆になっちゃうけども、はい、今回からアート百科っていうね、コンセプトというか、名前を変えて改めようということになりました。
はい、どうも川田さんがあの凡人という言葉嫌いらしいのです。なんだよ凡人じゃないの気がするんだけどね。私にも分かんないから、あのほらテレビ見てないから凡人っていう言葉のニュアンスがよく分かんないんだけど、はいはい、まあまああんまり好きじゃないっていうのと、まあ、もうちょっとコンセプトをちゃんと考えてやろうかという話で、はい、今回これ僕がっつり編集で多分あの川田さんのつまらない話をつまんでると思うので面白いとこだけ持ってこようとなるべく思いますけど、あの今後もうちょっと川田さんがやっぱり注目したとことか、うんうん、あの川田さんが面白いと思ったとことか、あ、そういうのいいよね、逆につまんないと思ったとことか、なんかそういうのをもっと、うん、個人的な視点で作品選んでもらって、でいろいろツッコミを入れて楽しんでいこうかなと思ってます、うん、はい、というわけなので、まあ、そんなコンセプトでやっていこうと思っているので、また見てもらえたら嬉しいです。